地肌のままの美などにも風情を感じたりとかするのが日本人なんですね形にしてもそうです例えばお月様韓国でも満月を楽しむ8月15夜は大好きなんですねどこから見ても隙間がないまん丸いこのお月様美しいものなんですねところが日本人はねいや満月もういいけれども若干 こうあの「かけたお月様もいいんですよと」とそして聞いてみると「十三夜」という言葉もあって「十六夜」という言葉がある,そうあるんですね。一般庶民にとっても楽しむ文化があったということです。そして三日月などもとっても美しいと三日月か月とされる国は日本しかないぐらい。<laughs> しかもですね、満月であろうともお月様に若干霞のかかったあの風景、そして雲が若干かかったもの、これに何とも風情が感じると、うちの学生に聞いてみたらね、そんなお月様どう思うと言ったらね、男子学生がこんなこと言ってましたね、いやー、女性を誘うのにね、最高の風情ですね <laughs> と。 韓国人にとってはね、あの雲早く避けてほしい。あの霞が早くなくなってほしい。鮮やかに輝くあのお月様、なんと美しいのかと思うんですけれども、そうではないということなんですね。もう二十歳ぐらいになりますと、ほとんど完成されてるなと、常通的にそう思うようになりました。まあこれから見て、 日本語にもあって韓国語にもあります。この美意識をうまく表現できる言葉が一つあります。八方美人という言葉がありますね。あの韓国ではどこから見ても美人の言葉八方美人と言います。外見もかっこいいんですね。完璧な美人美男子。しかも内面も素晴らしい人なんです。何でもできる人。こんな人が最高にいいものなんですね。そして 八方美人と言われると最高にいい褒め言葉なんですね女性だけでありません男性に向かってでもです私は日本人男性に向かって褒めるつもりでなかなか八方美人の方ですねと言いましたらものすごく怒られたことがあるんですね日本ではいたるところであの いい顔を見せようとする人が八方美人だそうなんです意味は完璧だということ同じでしょうけれどもしかしながらそれがもたらす価値観が正反対だということがあるわけなんですねそしてそれがなぜそうなのかなということをまたまた私は探りましたこれは一つ日本の文化の特徴はね、私は木の文化だと思っているんですね木というのは生の文化 あの生と意地を書きまして生の文化素材を生かす鮮度や季節感に敏感そして取り立てとかですね炊きたてとかいう言葉が韓国語にはないんですね。とにかく日本人の場合はこの自,然と自然と密着したこの素材をいかに生かせるか自然な形の方が美しいとされるものなんですね。これは古いもの,をあの戻ろうとした時に なぜか最もプリミティブなところへ戻るわけなんですね。これが残っているからだと思っています。じゃあ最後にですねどこまでじゃ日本と韓国が違うかということで結論を言わせていただきたいと思いますけれども来日したばかりの頃あの韓国に行ったことのあると言われる日本人にみんなに言われたことがあります。韓国に行きますとと焼肉とキムチは美味しいしけれどもね そしてビビンパップも美味しいけれどもね、あの食器なんとかしてくれませんかと言われましたね。あの、その食器はどんな食器かと言いますと、ステンレス食器なんですね。茶碗、お碗。そしてステンレスの箸とスプーンなんですね。え、それがどうしてですかと聞けばね、せっかくの美味しい味が全部打ち消されてしまうんだと。 私は、ね、本当にショックでした。なぜ韓国でこのステンレス食器を使われているのか戦前までは調理用海藻の人は真珠の食器を使っていたんですね磨かないと錆びてしまいますけれども磨きますと顔色が映るほどピッカピカ輝く美しいものなんですね韓国人にとってはもう最高に美しいものとして憧れのものだったんです戦後になりますと磨かなくても ピカピカカ輝くスステンレス初期が生まれたんですね私子どもの頃でしたけれどももうお母さんたちが集まりますともうみんなこの話ばっかりなんですそしてあっという間に韓国の台所が変わりましたねピカピカ輝くステンレス食器に変わりました子供心でありながらなんと美しいのかと思っていたんですが 27歳になって日本のに来る直前までステンレス食器ほど品があって美しいものがあるのかと思えたんですが品がないと言われた時も本当にショックだったんですね。日本人に品のあるものてどんなものですかと今でも忘れることはありませんこんなものですよと多分茶の湯に使われる茶碗だったと思いますけれども見れば色はとすごろくて分厚くて。<laughs> しかもくねっと曲がってるものなんですね。多分しがらぎ焼きか備ン焼きだったと思いますけれども聞けば何万もするし何十万もするし何百万もするというからもう信じられないんですね。私の目にはいくら見ても犬の座のようにしか見えないですね最近犬のざに日本ではステンレス食器をよく使われるんですけれども私一人だけだったら。 あの偏見ににななるからいろんな韓国人に聞いてみたんです、ね、もうみんながみんなが犬の座禅の以外のものではないと言われていたんですね。あんまりにもショック受けたばかりにこの日本人が品のあるものを私も品がある美しいと思えるようにならなければ日本人が知らないんじゃないかと思いまして数年経ってからですねまずこの食器を集めることにしましたね。あの食器ののの中中でも、ね、日本の家庭の中に 入りますとね。あのどうですか？入れるものによって色も違えば形もバラバラなんですね。そして、あのお母さんの湯のみも違う。お父さんの湯のみも違うと言われて、ものすごくイライラしてならなかったんですね。<laughs> 韓国の食器棚の中では、あのステンレス食器だけではなくて、まん丸いお皿あるいはコーヒーカップなど。 大きさだけ違ったものを10個ぐらいずつセットで整然として並べられてるんですねそこに形の違ったもの色が違うもの一つ入ったらね、もうとんでもないんですねその整然としたその姿に一番安定感を感じて美しく感じるものなんですそして数年だって飽きたら全部とかえるまで変わることがないんですね それが日本の部屋台所に入ってみるともうバラバラでイライラでならないイライラしてなりませんこの感覚をしてみようと思いまして私はあの旅行行っても初期売り場に行ってもできるだけセットに買わないようにしたんですね中でもできるだけ分厚くてくねっとねじ曲がってどす黒いものを さらにお皿にしても濃いカップにしても集めてみることにしましたそしてそのうちいつの間にか私の食器棚の中がどっす黒ろい色に変わっていくんですね <laughs> ところがですねいっぱいになっているのにあのもっと集めたいという気持ちが止まらなくなっていったんですねこれだと思ったんですね何かこれ,これ,これかと日本の文化はまさにこれじゃないかと止まることのない 文化じゃないかと思ったんですねまん丸い真四角い皿だったらそれが全部セットが集まった時にそれ以上は頭が働かなくなるんですね完成されます完璧になっていくんですねところが色が素朴な色です土色素材が分かりますとね 飽きることがないですね形もバラバラです今回は左がくねっと曲がれば次は右が曲がって次は上が曲がっていっくら曲がってもですねもう終わりがないですねだんだんと次はどんな曲がり方をしたものを集めようかという楽しくて仕方がないですねこれがまさに日本文化じゃないかとそして見れば私は初期棚の中から日本文化の側面を見つけたと言いますと笑われますけれども本当にそうなんですね そうしてみるとあらゆるところにそうなんですこうあの日本の大きな文化といいますと、ね、例えば伊勢神宮あの20年に一度戦宮を行うんですね全 同じものをずっと作り変えながら延々と千数百年も続いていると世界的にどんな素晴らしいものであろうとも全部遺跡として残っているんですねその町が完成されてそしてさびれていて他の町を移して移してということになりますけれどもしかしながら日本のものはそうではないそして採用代償となっているといわれる日光の道正宮 あのここも話だけ聞いたことありますけれどもどちらか柱が一つ短いかないかという話を聞いたんですねこれは永遠に作り続けていいいますすよとととうう印を残すということだそうですそして一番日本で古い出雲大社こちらの神殿が柱が短いかないかということをこれも永遠に作り続けていますよという印を残すということだそうなんですね。 そうして見ればようやく分かったのはなぜ日本の若者の学生たちがですねクラスの中で一番になりたくない100点取りたくないと言われたんですねそれがようやく分かりましたわざと一つ間違えて90点ぐらい2番3番ぐらいいった時が一番いいということなんですね100点取ってしまう1番取ってしまうと後がないからということが分かったんですね。 そして日本語には、腹八分という状態が一番気持ちのいい状態だということ韓国人が腹いっぱい食べた時に一番幸せを感じるものなんですね。そうしてみれば、なぜ日本の女性たちがあのヨン様に魅力を感じるのか、どこかですね、物足りなく感じるんですね。 完璧じゃないですそれにこよなく日本人の情緒が働いていたということ、日本人の美意識が働いているということがようやく分かったんですね。そして見ればですね、いろんなことを含めてみて、日本人は自然に対する絶対的な受け身思想が働いているなということ。まあ、時間になってしまいましたけれども、あと2、3分でよろしいでしょうか。すみませんあの 自然といってもさまざまな自然があります砂漠が続く自然そして中国大陸が日本の国が2つ3つぐらい座ってしまうぐらい延々と平地が続く自然がありますアジアの古代巨大な文明子孫などはその大陸で作られまして私たち周辺国の人たちは影響を受けてきましたそしてそこでは考え方がもう決まるんですね 彼らは多くは中国人の大半は死ぬまで山というものを見たことない海というものを見たことないで暮らしているわけなんですね。そして山岳時代に住む人たちがいます。彼らも一生 平地を見たことない、海を見たことない人たちが大変です。そこでは考え方がそのまま作られてしまうんですね。お互いに出会った時に、私の考え方がいいんだということで対立をするんです。それが大きくなっていった時に戦争にまでつながっていくわけなんですね。ところが、日本の自然というのはどんな自然ですか海あり、山あり、谷あり、川あり、海あり、一人の人間が 山の上に登って四方を眺めていますとあらゆる自然が一つの視野に収まるとしかもあるところにうまくあって そしてそれぞれ頑張っていて美しいものがそれぞれあるわけなんですね。それが全体として統一されて調和されているということをこの調和ですねこの調和のあり方が日本の和を重んじる国民性をつくったものではないでしょうか。そそしててがあってその 1>, 1年後になりますと必ずまだ戻ってくるんだというこの循環自然の循環の在り方これらが日本人の一番根源に残っているということなんですね。それがあってその上にさまざまなものが外部から入ってきたものが全部まめれているというようなこれが日本人の在り方ではないでしょうか。そうすするとと朝鮮半島とといますと 四季がはっきりしていますし日本に一番近い自然風土を持っています八割が山ですからあの山あり谷あり川ありそして三面が海だということも似ているんですね四季がはっきりとしていますところがですね朝鮮半島の場合は地政学的な問題が大きいですねあの大陸にくっついていた あの半島であったということが日本と大きく変わってしまっているんですよくも悪くも大陸の影響をもろに受けてきたということなんですね大陸で作られた思想などそのまま受け入れて古い自然観のあり方は全部消されていっていくんですね。 その上に大陸というか北方民族から、異民族からの絶え間ない侵略がありました。2000年の間に1000回以上に及んだ侵略を傷つけているんですね。この侵略は政治的な戦争は 人々の性格精神性まで全部奪われてしまうということなんですねそのために自然的なものは今の韓国人北朝鮮人のあり方にはほとんどなくなってしまっているんですねイデオロギーでできた全体主義統一された画一的に一つも隙間のないものこれが美しいとされる実況イデオロギーでできたのが韓国人だと思えば北朝鮮も同じなんですけれども分かりやすいと思うんですしかしながら日本の場合は 島国であったということがものすごく幸いだったんですね。そして、あの、大陸から入ってくるものも圧倒されることなく、日本のもっとあった基礎に上々に入ってくると、そこにミキスされながら、うまく融合しながら入ってくるということなんですね。必要なものだけが入ってくると。そして、そこに全部吸収されていながら、 喧嘩しない。融合していったということ。神々も喧嘩しないですね。一般にはどこの国でも神は新しい強烈な神様が入ってくると喧嘩していきますけれども、日本の場合はもっともっとあった神々の上に仏教が入ってきても喧嘩しないで全部融合していくんですね。そして日本は幸いに移民族から一度も侵略を受けてなかった。 世界唯一の国なんですね日本の中では戦争はありましたけれども日本の武士たちは文化精神をなくして殺していたわけじゃないですねしかも日本の武士たちはさらに日本的な精神性を高度な文化に磨き上げられましたこれが特徴なんです そして一度だけ侵略を受けようとした、あの、されそうになった時もありましたけれども、それも失敗にはありましたね。その意味で日本だけがですね、唯一、あの、侵略を受けてなかった幸いの国でありながら、アジア的なもの、 消えてないすべてのものが日本の中に残っているということ中国大陸も古代巨大な文化文明のあり方に日本人が幻想を持つ方が多いですけれども日本中国人には今精神性の中に全くなくなってしまっているんですねこれも侵略によってなくなっていくんです朝鮮半島もそうなんですところが日本の場合はね朝鮮半島の古い時代からのもの中国の古代巨大な 文,明文化的なもの、インドの文化的なものも、その国にはなくなってしまったもの、日本の中に全部残っているということが特徴ですね。そして日本は宝物の方向であると、日本的なものに。 アジア的なものから世界的なもの全部含まれているのが日本であると時代ごとにそれを花を咲かせていったということが日本だということこんな幸い幸せな国はどこにあるんでしょうかそして今日本の中にですね分かりづらいことはあの私は大きく分けて3つの世界があるように思います一つは欧米化された日本 そして今日本の中にもお菓子問題がたくさん出ているんですね。これらは私、欧米化された日本の中の副作用から来るものが多いと。よくよく見ますと、その副作用的な問題がたくさんあるんですね。そして 農耕アジア的な日本、これも日本なんです。この二つの世界は外国人が理解できますけれども、しかしながら、日本がもう一つの世界があるということなんですね。これは、自然と神々と一体になって生きていた時代の感覚、感性だということなんですね。強いて言いますと、縄文時代的なものなんですけれども、これが日本人の一番根源に残っているものだと思って。 いるんですその上にいろんなものが複雑に絡んでいるということなんですがしかし私はこれからはですねこのののもう一つの世界の中に未来性を感じてなりません日本の未来性だけではなくて世界の未来性がこの日本の中のもう一つの世界にあると思いますそれは今現在世界が陥っている限界の突破に向けて何を提出できるんでしょうか 全体と個の調和を軸にした高い理想を持つこと日本は世界一貧富の格差の少ない中間層社会を実現した経済があります日本人の美意識を根源として日本伝統的な職人技術から世界最先端技術まで抱えている技術大国世界で最も治安の良い,い安全な国 経済、平和、技術、社会、いくらでも世界に誇れて、世界に伝えて、世界の人々に貢献できるものがあると思います。いずれも世界の国々が理想としながらも、容易に達成できなかったものばっかりなんですね。なぜ日本だけが達成できたんでしょうかこの直感的、上調的にもう一つの世界に裏打ちされた日本の社会性を、経済に浸透させていくことができたからだと思っています。 これからはそこに目を向けていかない限り日本の未来だけではなくて世界の未来はなかなか築き上げられない時代にもう入っていると思っております。その意味でも私は2年3年で韓国に帰ってしまったらあのここまでは知ることはできなかったことそして2年3年の間にあの私の足を止めてくださった日本の社会にとっても 感謝の気持ちででいいっぱいなんですその意味でもこれからも深く広くもっともっと日本を歩いて探ってそして世界性を探していきたいと思っておりますので今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました